エイドリアン・ニエトは、キューバ・ハバナ出身のプロ野球選手、ウト・リョーダ。2020年現在は、独立リーグ・アトランティックリーグのサザン・メリーランド、ブルー・クラブスに所属。キューバで生まれたが、フロリダに亡命した。アメリカンヘリテージ高等学校時代は、エリック・ホズマーとチームメイトだった。2008年の MLB ドラフト5巡目で、ワシントン・ナショナルズから指名され、プロ入り。 契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ナショナルズで、プロデビューし、8試合に出場した。2009年もルーキー級、ガルフ・コーストリーグでプレーし、42試合に出場して、打率。228.17打点、1盗塁の成績を残した。2010年は、A 級、ヘイガーズ・タウン・サンズでプレーし、60試合に出場して、打率。 195.2本類が14打点1盗塁の成績を残した。2011年はまず A-9 オーバーダブルデイズでプレーし30試合に出場して打率302.4本類が22打点2盗塁の成績を残した。7月に A 級ポトマックナショナルズへ昇格2試合に出場後8月に A 級ヘイガーズタウンへ降格した。 A 級ヘイガーズタウンでは27試合に出場して打率255.3本類が12打点の成績を残した。2012年は A 級ヘイガーズタウンでプレーし70試合に出場して打率257.6本類が39打点4盗塁の成績を残した。下記にはルーキー級ガルフコーストリーグで8試合に出場した。 2013年は2013ワールドベースボールクラシックのスペイン代表に選出された。シーズンは a ーポトマックでプレーし、109試合に出場して打率282.11本類が53打点4盗塁の成績を残した。12月に行われたルール5ドラフトでシカゴホワイトソックスから指名され移籍。2014年は タイラー・フラワーズのバックアップとして開幕ロースター入りし4月2日のミネソタツインズ戦でメジャーデビュー9回裏にポール・コネルコの代走として出場し1打数無安打だった2015年は A 級のバーミングハム・バロンズでプレーし81試合に出場して打率207.5本塁打27打点という打撃成績をマーク守備では 守備率993、盗塁阻止率33%という成績を記録したが、メジャーでは出場する機会がなかった。10月7日に40人枠から外れる形で A 級バーミングハムへ配属された。オフの11月6日に FA となった。11月30日にマイアミマーリンズとマイナー契約を結び、 翌年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2016年はトリプル A 級ニューオーリンズゼファーズでプレーし37試合に出場して打率。195.1本類が19打点1盗塁の成績を残した。オフの11月7日に FA となった。2017年1月2日にシンシナティレッツとマイナー契約を結んだ。 8月27日に解雇となる。2018年5月4日に、独立リーグアメリカンアソシエーションのカンザスシティ・ボーンズと契約。2019年3月19日にアメリカンアソシエーションのスーフォールズ・カナリーズと契約。7月23日にマイナー契約でマイアミ・マーリンズに移籍した。2020年2月4日に、独立リーグアトランティックリーグのサザンメリーランド。 ブルークラブスと契約、ありがとうございます。